こんなの安くないでしょ、こんなの。ほら、いやって言ってるよ、これは。いや、全然いけるでしょ。いけるよ、これ。大丈夫かな。戦ってる人たちはもう凄腕の人たちなので。へー、ライオンの値段よりも虎の方が高い。どうも、始まりました。ゴージャスオラです、私、ゴージャスです。アシスタントはヨキュンです。ヨキュン。ライオンが、そう、ライオンが50万ぐらいで。え、そんな安いの？トラが500万ぐらい。全然違うね。トラの110の王なのに。どうしてそんなに10倍の差が。所詮猫科ですからね。パンダは？パンダは超絶高いよね。超パンダ外交になってますからね。皆さん、ね、皆さんの値段はいくらですか？意味がわかんない、意味がわかんない。こいつはいくらなんだろうな。クラゲはい、じゃあ一体何やんだかな。はい、はい、前回に引き続きまして、エレメンタルナイツオンライン。前回はあのオンラインプレイで、はい、皆さんと楽しく何にもしてないけど集まって、ね、うん、はい、衣装を見せていただきました。見せ合いとしまして、はい、私たちもね、アバターいろいろ変えていただきましてね、うん、遊んでいただいて、遊ばせてもらったんですけどもね、はい、はい、今日もね、楽しい感じでやっていこうと思いますんでね、うん、はい、早速画面からですかね。はい、はい、画面からいきましょう。こちらです。ドン。はい、ということで、はい、こちら前回私がね、うん、いろいろお着替えさせていただきました。はい、はい、キャラクターでございますね、うん、さあ、じゃあ今日はヨキュンと一緒に冒険するみたいな感じですか。はい、はい、一緒に冒険してみましょう。はい、じゃあとりあえずゲームスタートかな。よし、はい、行きましょう。ゲームスタート、ポチッと。私もおっしゃっていいんですか。はい、はい、さあ、移動中でございますね。はい、あ、そこは閉じていただいて、はい、あ、はい、いますね。ほよきゅん、あ、同じとこに出た。ほよきゅん、そう、よきゅん、はーい、よし、見えない、見えない、見えない、よきゅん、そうですね、よきゅんいました。はい、ではパーティー組んでみましょうか。はい、はい、では、タップしていただいてキャラクターを、はい、で、赤いボタンを押してもらってですね、はい、こっち、はい、これだ。でパーティーに勧誘する。パーティーに勧誘する。はい、はい、じゃあとりあえずパーティー出さないと。はい。勧誘中です。でユキズさんの方にポスのマークが。はい、来ました。それで参加、はい、参加してください。お、はい、はい、参加しました。はい、左側にパーティー参加しました。はい、同じ名前が左の方に出てると思います。はい、ほうほうほう、本当だ。ほうほうほう、メンバーの HP などが見れるんですね。そうですね。で、一緒にこう戦ったりとかですね、一緒にボスを倒したりとか、そういう協力したプレイが、ちょっとその辺の、はい、モンスターをちょっと選んで二人で一緒に戦ったりとかしてみましょうか。小動物ですよね、こんな。そうだね。そうですね。どんな攻撃するんだろう、これ。お、ちょっと待った。あれだ、余計にあれが出たから。あ、お、猫パンチ。ミス、ミスした。これ強い、強いぞ。お、はい。でかいやつ倒したな、でかいやつ。探したらいるのかな。その奥の方に。はい、奥の方に。余計どこにいるの。もうついててるから大丈夫。僕の方ね、あの小さいのやらない。その右の方に行くとちょっと大きめに、右、はい、右の方に、もうちょっと奥ですね、その右ですね、ち、はい、その辺に多分ゲンはいましたね。ちょっと大きめなんですけど、ちょっと、お、ちょっと、お、大きい、純粋な目をしている。でかい、よっけん、いけ、殴れ殴れ、たぶん光った。おお、おお、倒せますね。倒せますね。もっと大きいのに。もっとでかいのいます？いるかな。はい、行っていただくと。特にどんどん行けばいいんですか？もうちょっと左の方とか。
多分倒せないと思います。え、まだまだ入ってきて、いきなりそんな強い子が。そうですよ、こっちも。あれ、あ、襲われてますね。あ、痛い痛い痛い。あの植物のこの大きいやつですか。そうです。どうした、これこんなのやっつけるでしょ、こんなの。ほら、いやって言ってるよ。これはいや、これ全然いけるでしょ。これは分かった。じゃあ私が太陽を取ってる間に、うん、まあ、ダメだ、ゴー様に太陽が行ってしまった。避けるよ、俺は。スススススス、はい、上の虫眼鏡のボタンを押してると少しこう、はい、カメラが下がったりとか、はい、おお。もう囲まれましたね、はい、え、そうなの。ちょっと周りの古文の子も、はい、あ、参戦してきたんですか、はい、いや、全然いけるよ。これ、あっちの HP は、ま、もうちょっとじゃない。もうちょっとだよ、これ、もうちょっと。これ倒せますよ。あ、なんだろう、回復した。いや、よし、OK。 おさすが、いけましたね、いけましたね。いや、まだいるのか、まだいるのか。星10の武器だもんねえ、星10の武器と。これはちっちゃいやつ。ちっちゃい子。さっきのコブが、コブがね、残党ですわ。よし。オッケー。なるほど。若干広い家に。広い家。虫眼鏡のところをいっぱい教えていただけるですね。はい。こうすると広すぎるんです。そこで切り替わるので。まだいるかな。この塔は入れない。ここはちょっと封鎖されております。封鎖されてる。あ、それも結構強い。お、はい、大きい。大きいのが。ん、これですか。はい、あ、これ魔性オグリオン。あら、オグ。オグ。はい、二人であればなんとかいけると思います。オグ。わあ、オグ。わあ、怖っ。意外と顔怖いよ。顔怖いよ、オグ。やだ。目は優しいんじゃないの。あ、ちょっと逃げろー。いや、もう、俺、痛い。よし、あれ、ちょっと出てくるな。おお、意外とやっつけましたね。簡単でしたよ。やっぱり、ちょっと結構強い装備でした、ね、そう、強い装備なんですね。そうだった、あ、襲われてます。あ、どうということはない。にゃー、ニコパンチ。いや、いいですね。よし、よし、倒しましたね。はい、まだ大きいの狙ってるんですか。やっぱり大物を倒したい、うん、ね。でもこの前倒せなかった金色の、あ、ちょっと戻ってもらえますか。いるかな、金色のやつを。戻る、うん、はい、そのまま、はい、奥にそのままずっと行ってもらえますかね。いきなりに、はい、左の方ですね。左、多分2人だったら簡単に、うん、これ、あ、違う、はい、もうちょっと先、この間倒せなかったあの金色の、はい、はい、モンスターがもうちょっと先です。そうだ、右の方ですね。右、その木の向こうぐらい。あ、いましたね、その奥ですね。ん、そのさらにちっちゃいやつ、もうちょっと奥ですね。ちょっと、そうです、ね、あ、いた、大丈夫、2人なら全然いけると思います。見えない。ゴン様がいた。いた。足元に、ほこほこにちっちゃい。これ、私、ゴールデンプヨン。こちら。アイテムがつかない。これ、苦戦しましたが、多分いける。おお。素晴らしい。もう思い残すことはないです。これも最後の敵だった、ラスボスだったんですね。ラスボスでしたね。いやー、やったー。はい、ということで、なんか佐々木さんが見てもらいたいものがあるということなんですけども、
なんでしょうかね。はい、まあ、まだ先ほど始めていただいたキャラクターっていうのはう、まだ序盤なんですけど、うん、ちょっとこうお話を進めていくとですね、うん、見れるあちょっとイベントシーンをですねちょっとだけ、はい、ちょっとだけちょっとだけ、はい、どんぐらいかちょっとどんぐらいちょっとか分かりませんけどねとりあえずじゃあこちら見てみましょうかね、はい、じゃあこちら押しますポチッと。おお、なお、あら、お悪いぞ。あれ絶対悪いでしょ。絶対悪い。絶対悪い。絶対悪い。絶対超悪い。絶対超悪いこれ。超悪い。何どうしたのどうしたの。え、あれはな、あれが産んでったのかしら。あれ？あれ？あれれれれ？これはこれからはい。こいつこの今登場してきた敵たちとはい対峙するという、はい、大事なシーンの。これって元々のあれじゃないですかもしかして。はい、そうです。はい、冥王の使いたちがついにここに姿を現すという、はい、おお、すごい、まだある。はい、お、あとはこっちの、うん、はい、行きましょう。はい、ポチッと。あ、おお、あ、こちらですね、はい、まあ、いろいろこう季節イベントとかですね、うん、そういうことをいろいろやってるんですけど、はい、これまだ全然開発中の画面でして、あら、こっそりまだ先取りで、この鉄のドラゴンがいるんですけど、これは、はい、かなりレベル上がんないと会えない。へー、会うことすらも、すごい。おー、どうなのこれ、大丈夫なのこれ、いける、いけないよねこれ、大丈夫かな。戦ってる人たちはもう凄腕の人たちなので、へー、の剣使ってますよ、あのニャンニャンは。まだこの開発中なので、はい、ちょっとこう詳しいことはお話できないんですけど、こういうことも登場しますよと。こうやってみんなで共感するんですね、はい、いや、いいですね、うん、いつの日かこの中に入りたいですそういろんな角度から、うわ、すごい、ボスなのかな。それも教えてもらえないんですよね、まだ。はい、見たことあるお客様は少しは、ね、うーん、おー、この登場の仕方は多分誰も見たことがまだない。へー、はい、そうですね、うーん、はい、強そうだね、はい、ね、夢広がりますね、こういうの見てると、ね、はい、ということで、はい、レンタルナイツ、皆さんもダウンロードして、うん、ぜひとも遊んでみてくださいね。はい、はい、ゴージャス動画ではですね、他にも動画たくさん出しておりますのでね、全部見ていただけると光栄でございます。ということで本日はここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。あんなの買ってるわけないよな。いやー、すごかったね、大きかったね。怖いよ。おー、いつか戦えるのかしら、ってか会えるのか本当だよね、そこだよね。ね、叩き上げていきましょう、うん。